ヒールサイドで胸を前に向ければ向けるほどずれやすくなったり、くるって回っちゃう人は向けるタイミングを一度見直してみてください。こんにちは、レイトプロジェクトの滝沢健一です。今回は今シーズンカービング上達したいなと思って練習しているんだけども、かかと側のターン、ヒールサイドで頑張れば頑張るほどエッジがずれちゃう、ガガガガってなっちゃう人のためにですね、とっておきの改善方法をお伝えしたいと思います。ぜひ真似してもらいたいなと思います。はい、今日お伝えするのは何かっていうと、ターン前半で思いっきり胸を深呼吸に回しすぎないようにしましょうって話をねしていきたいと思います。これどういうことかっていうと、はい、胸を進行方向に回しすぎるとそこから低くなるのって体難しいんですよね。でそこから無理やり低くなろうとしてしまうと結局、はい、今のように胸肩揃ってきてしまって、ターンね中盤で、だん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 エッジがずれてしまうとか、エッジが抜けてしまうってことが起きやすくなります。なのでここね直していくと、もっともっとね上手くなるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、真似してもらいたいなと思います。ではちょっと悪い例いきます。はい、ターン前半から胸を進行方向にガッと向けてる状態、これ高い状態だと、はい、このようにターンは成り立つんですが、残念ながらそこから一気に胸向けて低くなろうとした瞬間、ドンとエッジが抜けやすくなります。でこれを少し抑えようかなと思って、よいしょ、ターン前半で向けた状態グーってやっていってもエッジがねこのようにずれる感じになりやすいんですよね。でよくあるのがこういうね、ターンしちゃう人もいると思います。何かっていうと、こういう感じ、はい、ターン後半でエッジがぐるんと回っちゃうやつね、はい、これも、ターン前半で、乗りすぎちゃってる、回しすぎちゃってることがね、結構原因になるかなと思います。まず体の構造として、はい、上下運動しやすいのはもう痛かった平行の状態ね、つま先方向に胸向いてるのが一番上下運動っていうのはしやすくなります。でこれひねればひねるほどそこから上下運動っていうのは難しくなりますよね、はい、でこれはこれを、ターン前半から、意識して胸肩平行にしなきゃーっていうので一気に向けてしまうと、そこからターンピークに向かって重心を下げようとした時に低くなることができないので、低くなろうなろうなろうとした時にどん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 痛肩が平行になってしまうね、痛肩平行になってしまって最終的にはテールが回ってきてしまってずれたりだとか抜けたりっていう現象がね起こってしまいますので、この部分をぜひですね直していってもらいたいなと思います。ではどうやって直していくのかっていうと、ターン前半では無理に進行方向をね向きに行かないようにしましょう、はい、どういうことかっていうと、はい、つま先側のターンから入るときに後ろの肩を少し残しておいてあげて、じわーっと入っていく、そしてターン後半に向けて、はい、胸を進行方向に向けていくようにしてあげてください。ターン前半少し残しておく、そこからターン後半に向けてどん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 ね回していくようにする。ターン前半から一気に回してそれを固めるっていうよりは、ターン後半に向けて少しずつ回していきます。ではちょっと大げさにやるので見ていてください。大げさにやります。ターン前半残しておく、そしてターン後半から回していく、はい、こんな感じですね。もう一回いきます。ターン前半は肩残しておいて、ターン後半に向けて回していく、こんな感じです、はい、これを先ほどのようにね、ターン前半から頑張ってグッて向けてしまうと、ここからグッとね、今のように姿勢が崩れてしまって、ターン後半に逆に胸を進行方向に向けることができないってことがね、起きてしまいますので、これちょっと意識して練習してみてください。はい、この姿勢になってしまう原因として考えられるのがつま先側のターンです。つま先側のターンがそもそも、はい、痛かった平行になってしまう姿勢から入ってしまうと、かかと側のターンで胸進行向に向けなきゃ、修正しなきゃという気持ちが働いてしまって、ターン前半でグイってね回してしまうっていうことが起きます。見ていてください。つま先側のターンで痛かった平行になってしまっている場合、ここからかかと進行向向けなきゃみたいな感じね、
こんな感じで一気に向けようとしてしまうと揃ってしまうので、どうしたらいいのかっていうと、そもそもつま先側のターンでしっかり胸を向けたまま入っていきます。つま先側のターンで胸向けたまま入っていって、その姿勢をキープしつつかかと側のターンにそのまま移っていく、はい、こんな感じですね。今のようにそもそもつま先側のターンが姿勢整っていれば、その姿勢をキープしたまま、はい、軸を倒してね、ターンをしていけばね、かかと側のターンも姿勢が整うようになるので、ターン前半から焦ってグーッとね進行方向を向くっていうことはねなくなりますので、意識してください。そして原因と考えるのがもう一つあります。かかと側のターンで行きたい方向よりもターンの内側に目線を向けすぎてしまっている場合っていうのもあります。つま先側のターンからかかと側のターンに移るときに、進行方向あっちなのに目線こっちまで向けちゃってる場合、こうやってね、はい、もう山側じゃないかっていうぐらい目線を向けてる場合、そうした場合も同じくターン前半から体を回しすぎちゃってる状態で、そこから低くなるとエッジがずれやすい姿勢になりますので、はい、あくまでも行く方向にね目線を向けてあげる。ここから行くのは、はい、まずは谷側です。谷側に板が向いて、そこから斜め前に向かっていくね。そしてそこから横に進んでいくっていうね目線の流れになっていくので、ターンの内側を見ればいいっていうわけではないので、自分がちゃんとこれから進んでいくね、ターンの限界を考えて、そこに進んでいくところに目線を向けるように意識してあげてください。それでねだいぶ修正できると思います。という形で今回はかかと側のターンで頑張れば頑張るほどエッジずれちゃうよっていう方のためにですね、ちょっとした修正方法をお伝えしましたので、ご自身がこれに当てはまっていないかどうかで確認して、もし当てはまっている場合はね、ちょっと修正方法で、ね、真似してもらいたいなと思います。はい、今回以上となります。長い時間お付き合いで本当にありがとうございました。次回またお会いしましょう。レイトプロジェクトの滝沢健一でした。バイ。はい、それでね、深掘り解説行ってみたいと思います。ここからは SBOA さんと YouTube メンバーの方ね、限定のレッスンとなりますので、ぜひね上達に生かしてください。はい、ターンの全体の流れの中に組み込むとより分かりやすくなるんじゃないかなと思います。それターン前半では、はい、じわーっとそうね、先ほどお伝えしたように肩をね残しておいて、後ろの肩残しておいて、胸を進行方に向けるイメージを持っていくんですが、そこからターン後半に向けて徐々に向けていく。そしてそこからさらにリー